はい、皆さん、こんにちは。渡辺です。え本日は、線形結合と線形独立についてお話をしたいと思います。まあ、実はですね、セクション3.5において、RN におけるベクトルの線形結合、線形独立、線形従属というものについて、既に学んでいます。ですが、えっと、今回はですね、より一般に形状の線形空間に対して、まあ、それら、 同様にですね、定めようというわけです。で、以下 V をですね、形状の線形空間としましょう。K は R ないし C とします。そうすると、えっ、ー、と、もう全く RN と全く同様に定義することができます。まずは Def のデフィニッションの5.2.1をご覧ください。えー、X1 から Xn を V のベクトルとしましょう。で、これらに対して C1X1 たす C2X2 たす えー、点点点た数 CnXn と、まあ、このようにかけるものを考えましょうここで Ci というのが K の弦ですねでこういうふうにかけるものを、えー、X1 から Xn の線形結合もしくは一時結合というふうに呼びますでさらにここに現れる C1 から Cn をその係数と呼ぶことにしますでまたですね係数の少なくとも1つが0でない時に非自明な線形結合と呼ぶことにします これはですね、V を RN に変えた場合って、RM ですね、に変えた場合は、もうあのすでにセクション3.5でやっていますので、まあ、それと全く同様です。で、次にですね、デフィニッションの5.22ですけれども、X1 から Xn を,を V の元としまして、そうすると V は線形空間ですので、0元が存在しますね。0ベクトルを0。まあ、ここに書いてあるようにします。 でその時に、こいつをですね、x1 から xn の非地名な線形結合として表すことができるとき、まあ、その場合に x1 から xn は線形従属、もしくは一時従属というふうに言います。でそうでないときに線形独立、もしくは線一時独立というふうに呼ぼうというわけですね。えー、と英語では線形従属は Linearly Dependent ンン、線形独立は Linearly Independent ンンというふうに言います。 でこれも全く同様で、あのセクション3.5でですね、すでに RN の場合にやっていますので、まあ、それと同様の話です。で、今言ったように5.22のように、言葉で言うと分かりづらいかもしれませんが、式で書くと次のように書くことができて、x1 から xn が線形従属っていうのは、これどういうことかっていうと、えー、0をこういうふうに書きましょう。c1x1 たす c2x2 たす、点点点プラス cnxn イコール0と。 まあこうなったとすると、まあ、C1 から Cn のいずれか一つは0じゃないと。まあ、こういう時きに、まあ、こういうものが存在する場合に、X1 から Xn は線形従属とい,うというわけですね。まあ、注意としては C1 から Cn 全て0とすれば必ず、ここの今引いたここの部分ですね。これは必ず成り立つわけですね。全て C1 から Cn が0であれば。だからそうじゃなくて、これが成り立つ時に線形従属と呼ぶと。 で、えっ、ー、と、そうではなくて、こういうふうにかけたとすると、もう全部 C1 から Cn0 の場合しかないという場合には、X1 から Xn の線形独立と呼びましょうというわけです。はい。で、えっ、ー、と、何度も言いますが、Rn の場合に、もこれはすでにやっているので、ある程度慣れていると思いますけれども、えー、線形独立の定義を書いてくださいとかっていうふうに試験で出したりすると、必ず一定数、えーまあ、なんとなく、 キーワードは入っているんだけれども、ちゃんと理解してないという人が必ず一定数いますので、えー、何度も自分で見直してですね、あのー、定義を理解するようにしてください。はい。で、えっ、ー、と、続いて、デフィニション5.2.3ですけれども、x1 から xn を再び v の弦としまして、えー、v の2の弦が x1 から xn の線形結合でかけるとしましょう。これは、つまりどういうことかというと、 V っていうのが集合として、こういう形で、えっ、ー、と、X1 から Xn の線形結合で全ての弦が掛けていると。で、それ、まあ、こういうふうにイコールが成り立っているという条件を考えます。で、この時に、X1 から Xn は V を生成するというふうに言います。まあ、もしくは V は X1 から Xn により生成されるというふうにも言ったりします。で、これもですね、ちゃんと、あのー、生成するとか生成されるってどういうことかっていうのを、 しっかりあの頭に入れてておいいくださいつい先ほどやった線形独立というのとこの生成するっていうのが非常に今後大切になります線形空間の動画の一番最初の方でですねあのー、なんで線形空間勉強するのかそのううものを導入するのか RN じゃいけないのかっていうとまあより広い対象に対して線形代数をこう応用したいからという話をしたと思いますでそのために rn ではなくて線形空間とというものを考えるんだとでじゃあその RN まあベクトルの話とかあとは、まあ、あの縦ベクトルとかですねあとは行列の話っていうのが、まあ、RN とか CN の話なわけでそれと線形空間どういうふうに、えー、関連づけるかっていうと実は、えー、今出てきた線形独立性とかこの生成するっていう、まあ、これらを合わせてまあ次回か その次ぐらいですかね、やると思いますけれども、あの規定というものが出てきます。でその規定というのがあの線形空間を RN とか CN と同一視するときに重要になるんですけれども、えー、その規定を理解するためには、この生成するとか、線形独立というのが分かっていないと、まあ、定義ができません。ですので、必ず線形独立性とこの生成する、生成されるというのを理解、ちゃんとしてください。はい。 で、えっと、最後にですね、えっと、プロポーション5.2.4をやりましょう。V は引き続き線形空間としまして、X1 から Xn がその弦だとしましょう。で、その時に、X1 から Xn の線形結合でかける V の弦全体を W と置きます。すなわち、えー、集合として書けばこういうふうに書けてるとすると。で、この時、W というのは X1 から Xn を含む最小の部分空間であるということがわかります。 でここは主張がいくつかあって、W がまず X1 から Xn を含みますよっていうのと、えー、と部分空間になりますよっていうのと、さらにはその X1 から Xn を含む最初の部分空間でありますよと、最小性も言わなければいけないというわけです。で、この W をですね、今後 X1 から Xn により生成される部分空間というふうに呼ぶことにしたいと思います。 で、えっと、あ、ここではだから書いてないですが、書き忘れてましたが、これだからこいつのことをですね、よく、例えば、まあ本によっていろいろあるかもしれませんが、これ硬い格好で書いて、X、ちょっとこれですね、iPad を直接今、つなごうとしても反応しないので、プレビューでやってるから、えー、あんまりうまく書けないんですけど、 ちょっと書いてみましょう。えっ、ー、とですね。これ、点点点として、ちょっと分かりづらいかもしれませんが、はい。でですね、えー、この x1 から xn っていうベクトルがありますね。それを並べて、で、こう、すみません。ちょっと分かりづらいですね。xn と書きまして、で、えっ、ー、と、こう、硬い格好で書いて、まあ、こういうもの。 こういうふうに、えっ、ー、と、w。この x1 から xn により生成される部分空間というのはこういうふうに書いたりします。はい。これちょっと丸くなってますが、ここの部分は硬い格弧のつもりですね。硬い格好、こうです。こう書いたりとか、下にこう、係数 k を書いたりしますね。はい。 で、えっと、ここではだからこのプロポーション5.2.4を確認しましょう。まず、えっと、W の弦っていうのは、W はもうそもそも定義からこういうふうに書けるもの、全体の集合だと言っていたわけです。でそうすると、この C1 から Cn として、えっと、i 番目だけ1で、それ以外0だというふうにすると、この弦っていうのは、ここに出てくるこの弦っていうのは、えー、Xi が出てくるだけですね。ですので、えー、X1 から Xn っていうのは、この W に含まれるということがわかります。 でことと。がわかるとで、えっと、ここの弦というのは全てこういう形でシグマ使って書くことができますね。でこれら2つを2に取ってきまして W の2の弦を取ってきてさらに K から2に弦を取ってきます。でそうした時にまずこれとこれベクトル足したらどうなりますかっていうのとこのベクトルを S から C 倍したらどうなりますかっていうことについて考えたいと思います。 でそうすると、まずこの2つのベクトルの和というのはどうなるかというと、それがここに書かれていますね。これ2つ足しましょう。そうすると、この係数同士足してあげればいいので、こういう形になります。で、これどういうことかっていうと、えっ、ー、と、この Ci たす Ci' プライっていうのはもちろんこれ、K の元になるわけだから、えー、K の原倍の Xi、まあ、このを係数とした線形結合で書けているので、W の定義から W に入るということがわかります。 で、同様にですね、スカラーバイに関しても考えても、これっていうのは C を中に入れて、ここに持ってきて、こいつが K の弦だというのがわかりますので、K 係数の線形結合でかけているから W の弦であると。ということで、えっと、和に関してもスカラーバイに関しても W は閉じていますので、かつ空でないから V のサーブスペースであることがわかります。で、今わかったのは、えっと、W っていうのはサーブスペースで X1 から Xn を含むと。 いうわけですねで。あとは最小性、そういうものの中で最小であることを確認すればよいというわけなんですけれども、えー、W' を x1 から xn を含む V のサブスペースとします。でそうすると、えー、サブスペースというのはベクトルのワットスカラバイに関して閉じてますね。でそうすると、2の Ci に対してこれを考えます。そうすると、これどうなるでしょうかっていうと、えっと えー、この一つ一つのベクトルここに出てくるベクトルってありますがこいつらっていうのは、えー、x1 も x2 も .xn もすべて、えー、と w' の弦ですね。で w' の弦であって、えー、と w' はサブスペースだからスカラ倍に関して閉じてるので c1 倍の x1 とか cn 倍の xn ってここに出てくるやつこことか途中もそうですがそれらはすべて、えー、w' に含まれます。 で、w' に含まれるものを全部足し合わせても、和に関して閉じてるんだから、ここの和っていうのは w' に入ります。ということで、えっと、結局、w の2の弦っていうのは w' に含まれることが分かりますので、w が w' に含まれるというわけです。はい。よろしいでしょうか。というわけで、えー、結果としてですね、えっと、w、ここに置いた w っていうのが、x1 から xn を含む最初の部分空間であって、それを それを今後はですね、X1 から Xn により生成される部分空間と呼びましょうと。で、さらにそれをこういうふうに書きますよというわけですね。はい。というわけで、えっ、ー、と、今回はですね、えっ、ー、と、線形結合と、えー、線形独立従属についてお話をしました。次回、あの、これらのですね、具体例をいろいろ見ていきたいと思います。というわけで、えー、本日の動画はここまでにしたいと思います。